今日新橋駅東口では値上げや禁煙などによるタクシーの利用者離れをサービスの向上で食い止めようという新たな試みが始まりました。ここ新橋駅東口には全国でも初となる珍しいタクシー乗り場ができました。有料タクシー乗り場というこの乗り場、文字通り有料なタクシーに乗ることができる乗り場です。有料運転者とは10年以上利用者からクレームがなく3年以上道路運送法違反をしていないとして東京タクシーセンターから表彰された人です。有料運転者は都内を走る9万人のドライバーの1割に当たるおよそ9000人。今後利用者は有料な運転者を選んで乗ることができるようになります。とてもいいことじゃないですか。もう大賛成ですよ。どこまで選べるかどうかっていうその選択の幅がどの手であるかですよね。ユーザーの立場から言えば何でもこう選択できるっていうのはいいんじゃないでしょうかね。いいことと思いますよ。やっぱりあの乗った時に気分よく乗りたいじゃないですか。分けてもらえばありがたいですよね。全体的にタクシーの、ね、景気悪いですからね。少しそういう面でねちょっと全体的に上がっていけばねいいと思いますけどね。お客さんの回転が良くなれば仕事にもなるしお客さんも喜ばれるしね、うん、足の向いたところに多分乗られるんじゃないかなと思ってあんまりは気にしないけどね。もし選ばれたらちょっと辛いには辛いけどね。一般のタクシーの運転さんにも、まあ、同一地域でですね、今後、努力次第で同じような、まあ、乗り場を、乗り入れられるということで考えて一層の、まあサービスの向上ができればと思っています。サービス向上を謳い今日から始まった有料運転者乗り場ですがいち早くサービス向上に目をつけてきた企業もあります。それは、はいね、まず相手に確認をするんだ。いきなり、はい、木村様ですねって言っちゃいけないってさっき言われたことをしちゃダメ。はい、お待たせしました。忘れ物ございますか。大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。どうぞまた日本こそ、お付けくださいませ。自信がないから元気がない。すみません。もうちょっとね、間違えてもいいから元気よくやりましょう。黒タクに乗る乗務員はですね、社内で、まあ、一定基準を満たして、研修を受けさせた、まあ、乗務員を選抜してですね、乗せております。でまたそのサービスのレベルについても、まあ、後ほどご案内しますけれどもいろんなマニュアルを使ってですね、一定レベル以上のサービスは必ずお客様にご提供できるようにというような教育をしております。このタクシー会社は同じ値段でワンランク上のサービスを謳っています。黒タクシー乗務員は全社員の6割に上るおよそ3000人。乗務員サービスの向上と高級感のある黒タクシーを使うなどの差別化を図りました。また六本木ヒルズなどの大型商業施設に専用のタクシー乗り場ができるなど利用者からの支持を受けています。東京常用旅客自動車協会によると今年1月の都内を走るタクシーは1年前に比べ利用者が 9.6%、 営業収入は 3.3% 減っています。利用者はタクシーを選ぶ際に金額に見合ったサービスを求めています。それは去年12月の値上げ以降さらに強くなっています。今後タクシーが生き残るためには快適できめ細かいサービスが不可欠になりそうです。はい、まあ、この有料タクシーの有料運転者について、はい、まとめたものがあるんですが、東京常用旅客自動車協会の平成19年度の調査ではこの有料運転者制度を知っているという人が、まあ、50% 以下と非常に、はい、低い水準になっているんですね。でタクシーセンターでは、まあ、今後の広報活動は特にしないということで、まあ、口コミなどの以外では、うん、はい、特に広報活動は考えてないということなんですよね、うん、はい、同じ料金だったらですね、やっぱり有料の方で乗りたいですよね、うん、そうですね。これ逆に言うとその有料なドライバーが1割しかいないとも言えるわけですよね、はい、そうですよ、少ないですよね、とするとやっぱそのタクシー業界全体で有料なドライバーを育てていく、底上げというのをしていくことの方がサービスの向上じゃないかなという気もするんですけどね、はい、うん、そうですよね、うん。